はいどうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今回はキャッシュレスでも今結構有名になっている LINE ペイについて、実際僕が1ヶ月間使ってみてどうなったのかっていうところを簡単にお伝えしていこうかなと思います。そしたら今回お伝えする中でも大きく分けて3つございまして、1つ目は春の超ペイ徳祭りという、LINE ペイが始めた、春だけの、キャンペーンみたいなものですね。で、それに付け加えて LINE ペイもらえるくじっていうのもあったので、そちらも簡単に検証したので、お伝えさせていただきます。そして最後に1ヶ月使ってみた結果、実際そのメリットとかデメリットはどうだったのかっていうところを、まとめました。で、まず一つ目のこの春の超ペイ徳祭りということなんですが、その祭りの中でも代表するのが3つございまして、買い物するたびに 20% 戻るという、LINE ポイントみたいなものが、LINE ペイが使えるとこではあれば、ある程度、LINE ペイが使えるとこであれば、必ずお会計時に 20% の LINE ポイントが返ってくるっていう感じですね。LINE の残高ではなくて LINE ポイントが返ってきます。で、あとは先ほどもお伝えした LINE ペイのくじが引けるんですよね。これは後ほどお伝えします。で、口座を登録するだけで500円をもらえるっていう、大きく受けてこの3つが春の超ペイ徳祭りとなっております。で、実際にその僕が使ったお店なんですけども、基本的にはもうコンビニが多かったんですよね。ちょっとおかしかったりとか、他はもう、そんなにもう買い物するものっていうのが僕自身あまりなかったので、で、使った店舗っていうのはこのローソン、そしてファミリーマート、あと阪急百貨店ですね。ちょっとお土産を買って帰るときに、阪急に寄ったら、ちょうど、LINE ペイのマークがあったので、それで、ちょっと使ったっていう感じですね。で、この LINE ペイもらえるくじなんですけども、これが面白くてですね、実際に確か100円以上のお買い物をすると、この LINE ペイもらえるくじっていうのが支払いをした同時にそのまま通知が来るんですよね。LINE ペイもらえるくじっていう通知が来て、そこに今画面に出ている、今すぐチェックっていうところを押していただくと、実際に、当たりか外れかとか、どれぐらい当たったかっていうのがもうすぐに表示されるようになっております。なので、お会計した瞬間に出てくるので、かなり楽しみながらできるのではないのかなと思います。で、実際に当たるとこんなものが出てくるんですよね。一応いくつか当たったパターンがあったので、まとめさせていただくと、おめでとうございますということで、50円相当、あと100円相当、そして、1000円相当、なんと1000円当たったんですよね。奇跡的にも。これはちょっと僕としてもかなりびっくりしたんですけども、まさかここで1000円当たるみたいな、序盤、最初の頃買った時は、もうほんと100円で、次買って50円、次10円とかしか当たらなかったんですけど、ほんと3月終わるぐらいの時に、もう一回ちょっとローソンでお買い物したらたまたま1000円がポンって当たって、うおみたいな。というふうに思いましたね。で、実際に僕が当たった、確率というよりか、僕が当たった、回数というのが、10回お買い物して、それで4回当たりました。当たったというのが、1000円とか100円とか、ということですね。そして合計1160円相当の、LINE ペイの金額分当たったという感じですね。で、ここで、すごかったのが、当たった分の、金額っていうのが、いつ、自分の残高にチャージされるんかなと思ったんですけど、これが見事に、すぐに、自分の LINE ペイにチャージされるようになってるんですよね。なんか本当に自分自身が、浮いちゃったなみたいなっていう、金額が、その合計で1160円分が、1000円当たったらもう1000円すぐ戻ってくるっていう感じだったんで、これ面白っていうふうには、個人的には思いましたね。で、ここ1ヶ月使ってみて、僕が感じたそのメリットという部分なんですけども、そのメリットっていうのが、やっぱその LINE 特有の、LINE の通知が、いろいろ教えてくれるんですよね。LINE ペイの超ペイ徳祭りに限らずなんですけど、例えば、クーポンとかでローソンで使える 20%、あとは松屋の200円割引とか、そして先ほどもお伝えした口座登録で500円相当もらってくるっていう、やっぱりこう、数字が実際出てくると、
あ、ちょっと得なんじゃないかなっていう感覚にやっぱり思うんで、まあ信憑性もかなり深まるので、まあそういったものも実際こういった LINE の通知で教えてくれるので、そこがかなり LINE Pay の強みじゃないかなという。まあ PayPay と比べたら、 PayPay の場合っていうのはあまりこう通知ってなかなかわからないっていうことが多いと思うんですよね。何かしらニュースで知るとか、まあそういったことが多いので、まあ LINE Pay っていうのはやっぱり LINE なので、まあメッセージとかでいろんなキャンペーンとかクーポンがその場で知れるっていうのはかなり強いですね。で、あとは先ほどもお伝えしたおみくじで当たったら残高に即反映されるということで、そう、もうほんとそれがかなり強いですね。まあ月をまたごして、次の月の月末とかではなくて、すぐおみくじの場合はすぐに反映されるっていう、まあ LINE ポイント自体っていうのはやっぱ別なので、そこだけちょっと注意点ですね。で、まあ今回こちらもデメリットということなんですけども、まあデメリットっていうデメリットは、やっぱこれは実際そのキャッシュレスに関して、まあ全部のQR コード決済に関して言えることなんですけども、やっぱり使える店舗が限られるなとは思いますね。もう本当、まあ、もし、最近のニュースではもしかすると、まあ、統一するかもみたいな話題もちょっと出てきたりすることも見かけないことはないんですけども、やっぱり、あ、ここ LINE Pay 使えないのかとか、そう、なんかそうなった時に、ちょっとなんか、うん、やっぱ使う、もうちょっと使いたいなっていう時に使えないっていうのが辛いですね。で、あとは、PayPay と違って、まあ、ちょっと比較するのはいいのか悪いのかということなんですけども、比較すると、PayPay の場合はどこで使えるのかっていうマップと連動してるので、いつでもこう見ることっていうのができるんですね。で、この LINEPay の場合っていうのはマップと連動してないので、まあ、今使える店舗はもうほんと、ローソン、ファミマとかドラッグストアとか、場所によっては、まあ、公共の料金払えるとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、けども、やっぱマップで見れれば、あ、あそこのカフェ使えるんだとか、まあ、その検索がかなり早くなったりとか、あ、もうちょっと使おうかなっていうふうに、思ったりもするので、まあ、そこは、まあ、LINE がどこかマップとつながれば、まあ、また使える幅も広くなるのではないのかなとは思いました。で、実際僕が今回、実際にやったのは、まあ、チャージしたのが、まあ、1万円だったんですよね。で、使用した金額っていうのが、6653円使いました。まあ、そのお土産とかコンビニで、意外と使ってますね。こうやっぱ数字で見ると、あ、今月も使ったなっていうふうに思いますね。で、あと、おみくじで当たったのが1160円当たったので、合計、今回、5493円分。しか払ってないっていうことにはなるんですよ。なのでやっぱ1000円浮くっていうのは、コンビニとか利用する人にしたら、まあかなりお得なのではないのかなとは思います。まあやっぱこうキャンペーンに便乗して、まあお金を使いすぎるっていうわけ、使いすぎるっていうのもあまりは良くないですけども、やっぱり普段こうコンビニに感覚で、まあ、ちょっとやっぱ1000円ぐらい浮いてると、個人的にはかなり嬉しいなとは思います。まあ、仕事のランチが、ま、一食分浮いたような感覚にはなるんですかね。まあ、1000円のランチっていうと、まあ、ちょっとかなり高いようには思うんですけども、まあ、けど、かなりお得なのかなと思います。で、まあ、やっぱその、最終的に思ったのは、大きく、まあ、今回全部1ヶ月間通して使って思ったのは、やっぱり、エンタメ要素が強いなとは思います。まあ、PayPay は PayPay なりの、やっぱそういった第2弾、100億円キャンペーンというのをやってるので、まあそこもかなり面白いんですけども、あ、やっぱ LINEPay も LINEPay なりに、そのおみくじっていう、その引いた瞬間のドキドキ感っていうのが、もう引くとき、ちょっと楽しいんですよね。けど、会計した瞬間に引くと、ちょっと恥ずかしいんで、僕は普通に LINE Pay で会計したよっていう済ました顔で、やった後に、会計終わった後にお店を出て、チラッとこう見て、今すぐチェックして、1000円当たったら、ちょっと表情には出せないですけど、心の中で1000円当たった時はガッツポーズして、よっしょみたいなっていう。まあ、多分これ LINE Pay 使われてる方であれば、もしかしたら共感される方も中にはいるのかなと思います。はい。それではもう今回1ヶ月を通して LINE Pay を使ったというお話をさせていただきました。次回はですね、まあ、僕はその、今回 LINE Pay のお話をさせていただいたんですけども、まあ、PayPay を使って、あるお店で、
実際に使った映像を撮ってきたので、まあ、そちらを流したいと思います。それでは本日はご視聴どうもありがとうございました。ツイッターのフォローやブログなどを見ていただければとても嬉しいです。あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。